見た。こだまバイスサワー。うん。何それ。よく居酒屋さんで売ってあるよね。これ俺東京行った時それごと出てきた。あ、瓶で。うん。はい。はい。乾杯。お。なんかシソ？シソ？シソ？シソっぽい。調子調子調子。シソ梅エキスだって。あ、うまいうまいうまい、ね、俺の好きな味だ。さっぱりあっさり梅しそエキス入りって書いてある。うーん、サワー炭酸炭酸。うん、いいじゃんね、美味しいね。いただきます。いただきます。すごいそびえ立つマウンテンなんだけどこれはもんじゃ焼き風のサラダ。あ、サラダ。うん、ベビースト入ってんねなるほどねどうですか。美味しいぞ、うん、美味しいぞ。うん、美味しいけどね、口内に入れる。美味しい。ビリスト美味しいね。うん、あ、うめ。美味しい、うん、信じられないぐらいうまい。炊飯器でさ。あ、ほんと、うん、マジでうまい。やばい。ほんと、うん、え、どれぐらいやったの。え、普通に炊飯ピートさんで。え、なんかこうビリスト香ばしくて美味しい。うん、すっげーつまみ。うん、このキャベツもすっげーつまみでよ。でもこれ子供の好きだと思うね。うん、食べやすいの。柔らか、お肉大根ね。マジで柔らかい。大根、お、いいね、いい感じ。短時間で味が染みるからいいの。うん、大根の煮て。でもそこに暑かったらさ、うん、もう鍋かけてられないのよ。コト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 、うん、ほんと暑いの。エアコンが無になるよね、うん、だからキッチンだけ。そうなの。炊飯器でしょ、トースターでしょ、レンジでしょ、あえるだけでしょ。これ今日は火は使ってないの。だから本当に汗そんなにかかなかった。なるほどね、うんうん、めっちゃ食べるよ本当に美味しいよ。煮豚すんげえトロントロン。トロントロンだよね。いたんこれ。え、いたん、うん、ここまで。どなに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 、一対二って書いてるでしょ、ここに。え、あ、そう。ここまで。そこまで。あ、あ、あ、うん、あ、なになに、いいよ。細かいなぁ、はい。あ、先行こう。先行こう。うん。あ、うめぇ。ね、うめぇ。そうそう、甘めにちょっとね、蜂蜜入れてみたんだ。どれどれ。いただきます。これね、1日置いた方がいいかも。置いたの、これでも置いたの1時間ぐらい。あ、うまっ1時間と1日、うまっ。甘みが出てるでしょ。これ蜂蜜入れた方が絶対美味しい、うん、うわ、酒のつまみだわこれは、うん、これはうまい。なんか大人数が集まる時にポンと出してもいいかな、うん、うまっ。これはもう、これもおつまみだ、うん、チーズ入ってるでしょ。うん、美味しい。チーズでなんか蓋になってて、チーズ、うん、そうなの。北海道産？うん、北海道産で。あ、この間、小通りじゃねえ、あの小通り公園の。おいしい。ちょっと食べて。あ、うまい。トッキビワゴンも。待って、待って、待って。うん？美味しすぎて口内に噛んじゃった。うん。あー、痛い。で、美味しい。何？小通り公園の、うん、あの、トッキビワゴンもやっと出た。もうちょいいる？焼酎。いや、あと5ミリ。あと5ミリ？うん。濃いわがままだな。いや、変わるからね。色がさっきより濃い。いいだろ。いや、耳みたいに。うん、今の濃いみたいに。いい、もういい。いや、なんなの。下手くそ。なんでさ、せっかくやってあげたのに。あんたね、いつもさ、こんぐらい入れて、焼酎こんなのとかでさ、うん、ありえない濃さで作るくせにさ、うん、そのギャップが激しいんだよ。だっていつもそうって言うから今日はちょっと慎重になったでしょ。ここを見た前。何ですか。1対2って書いてるだろ。でもこれさ、上がね、広くて下がちっちゃいの、うん、だからこの辺でいいんだよ。わかんないやん。だからもうなんか適当でいいんだって。適当適当。私がスナックあってやったら、うん、みんなヘベレ系になって帰るんだ。赤字だよ酒ばっかり入れるからみんなすぐ酔っ払っていなくなっちゃう。あ、美味しいな。もう一本飲みたいなこれ。